Hello, go to Philippines c h a n n e l h e l l g o to フィリピンチャンネルです。以前に配信した動画でも少し紹介しましたが、今回はフィリピンの治安についてお話ししていきたいと思います。このチャンネルはフィリピン関連。特にマニラ、アンヘルスの情報、見聞きしたことや体験談を中心にお話しします。ぜひ、チャンネル登録、 よろしくお願いします。はっきり言って、フィリピンは日本より確実に治安は良くないです。でも逆に日本ほど良い国はないと言ってもいいかもしれません。日本の外務省、フィリピンの危険情報では、マニラは危険レベル1、十分注意してくださいです。フィリピンにおける犯罪は、日本に比べ、殺人、強盗、婦女暴行等の凶悪事件の割合が高く、また、 一般的に日本人は裕福と見られているため、強盗、窃盗などの標的になる可能性は他の諸外国人と比べても高いと見られます。日本人が被害者となった事件は、殺人事件だけでも毎年発生しており、在フィリピン日本国大使館には強盗等凶悪犯罪、マニラ首都圏でのタクシー強盗、睡眠薬強盗を含む、オートバイによるひったくり、路上での強盗やレストラン等での置き引き、 公共交通機関内でのすり、窃盗、売春行為絡みの強喝被害なども、それぞれ多数報告されています。警官の制服を着た2、3人組に何かしら言いがかりをつけられ、車両内に一時的に軟禁状態となっている間に、強喝被害に遭う事件も複数報告されています。これら地域への渡航にあたっては、現地の治安情勢の情報収集に努め、公共施設、宗教施設、 その他不特定多数の人が集まる場所に近づく際には警戒を怠らず夜間の移動は避けるなど不測の事態に巻き込まれないよう十分注意してくださいと日本の外務省はマニラ首都圏を凶悪事件に遭遇する可能性が高い場所として注意喚起を行っています。それではトラブルに遭わないために実際フィリピンで起こる犯罪ってどのようなものか その上でさらにトラブルを回避するための防止策をご紹介します。PNP、フィリピン国家警察が発表した全国犯罪統計によれば、2016年は58万4833件、2017年は52万641件、2018年は49万393件、2019年48万2016件、 2020年は383,189件。2016年のドゥテルテ大統領の就任後、フィリピンの治安が大幅に改善されたという情報を耳にした方もいるかもしれません。確かに良くなった感はありますが、大幅というのは言い過ぎのように思います。特に19年20年の大幅な減少は、窃盗など不特定のターゲットを狙うことが多い犯罪は大幅に減少しており、 新型コロナウイルス感染症対策の隔離措置や行動制限のために犯罪の機会が減少している可能性や観光客の減少も大きく影響していると考えます。しかし、日本と比べると犯罪件数は未だかなり多い状況で、犯罪の傾向としては生活犯罪が多く、犯罪の内訳は、窃盗が30%、障害、暴行が28%、強盗が14%、 殺人が9%を占めています。その中でも日本人が巻き込まれやすい犯罪があります。大きく分けて4つです。1つ目はストリートチルドレンの集団スリを含むスリ、置き引き。私たちがフィリピンに行って最も遭遇する確率が高い犯罪は、スリや置き引きといった軽犯罪です。日本では携帯電話やお財布をズボンの後ろポケットに入れても、誰も取ろうとはしませんよね。 でも、フィリピンでは、どうぞ盗んでください、と言っているようなものです。また、乗り合い交通機関や人混みの中ではリュックを前に抱え、後ろからバックを開けられるような隙を見せないように注意してください。歩きスマホはしない、レストランでも携帯電話をテーブルに置きっぱなしにしない、ストチルが近寄ってきて子供だからと油断していると、集団すりに会うこともあります。相手が子供だからと言って、つい気を緩めてしまいますが、 すとちるを甘く見てはいけません。すりは観光客が集まる繁華街、人が大勢集まるローカル市場、乗り合い交通機関で多く発生しています。日常的にジプニーを利用しているフィリピン人でさえ、乗車中に被害に遭う事件が頻発しているので、利用は極力控えましょう。乗車するときは慣れた人と一緒に乗り、スマホ、財布はバッグに入れ、前でしっかり抱えてください。 夜の乗車は危険度が増すので乗車は控えましょう。自分のものは自分で守るという意識で防ぎましょう。二つ目、ぼったくり。ぼったくりといえばタクシー。メーターを使ってくれず、交渉などで通常の料金よりかなり高い価格を要求されることがあります。最近はグラブが普及していて、グラブを使うとドライバー評価があるので、 高額料金を請求されることはありませんが、時間帯によってはグラブが捕まらないこともあります。そんな時は一般タクシーに乗る時ももちろんあります。そこでぼったくられないよう、タクシーでの注意点をお伝えしたいと思います。乗車する前にメーターを使ってくれるか確認をする。メーターを使っていなければ、メーターを使ってと伝える。タクシーに乗る際は、 100ペソ以下のお金を持ち、お釣りがないからと言われないようにする。タクシーの中でも油断は禁物、安全な地域でも、信号待ちの交差点などで一瞬の隙をついて、タクシーのドアを開け荷物を強奪する事件が多発しています。タクシーに乗ったらドアをロックしましょう。ドアの内側に、タクシーの番号や連絡先が書かれているので、スマホで取っておくのも一つだと思います。 タクシードライバーと強盗が組んでいるといったケースもあります。三つ目が強盗です。夜間人通りの少ないところはもちろんのこと、乗り合いバスの中、人が集まるローカル市場などに強盗が多発しています。万が一、強盗にあった場合は、決して逆らわずに現金を差し出してください。金品が目的なので、持っているものを差し出せば、走って逃走するパターンが多いです。 特に狂気を持って脅された時は絶対に抵抗はしないでください。犯人を見てこいつならいけると思う方もいると思いますが、絶対に逆らってはいけません。強盗をするような人に常識的な道徳心はないので、平気で攻撃してきます。犯人に抵抗したために射殺、刺殺されたケースも多数あります。睡眠薬強盗というのもあります。 ショッピングモール周辺や観光地または公園等を散策中に、現地人風の人の良さそうな男女から声をかけられ、一定時間、行動を共にした後に飲み物や食べ物を口にして、意識を失っている間に、所持していた金品を奪われるというものです。知らない人からもらったものは口にしない、飲みかけのお酒を残したまま、席を離れたら、それには口をつけないなど、注意してください。四つ目。 売春行為絡みの恐喝、窃盗。いわゆるつつもたせです。以前の動画で私の知人が被害に遭ったことをお話ししましたが、ショッピングモールで若い女性に声をかけられついていった結果、後から男が現れ、金を出せと脅されるケースや、出会い系バーなどで女性と知り合い、ホテルにいるところを踏み込まれる、などのケース、また、仕組まれるケースもあります。 特に18歳未満の未成年者に対するわいせつ行為等は、たとえ双方合意のもとであっても、終身刑等の重刑が課される例もあります。また、フィリピンでも売春は違法行為です。女遊びは十分注意した上で、自己責任でお楽しみください。シャワーをしている際に金品を持ち去られるなどの被害もあります。金品は肌に離さず、鉄則ですね。 財布からわからない程度に金を抜き取るなんて技もあります。その他イカ様突破区、トランプ詐欺なんてのも聞きますが、これは自業自得ですね。これらの犯罪に十分に注意すれば、フィリピンでの生活も少しは安全に過ごすことができるでしょう。最後に、フィリピンで安全に過ごすために気をつける7つのこと。1、日本は世界でも安全な国です。日本では常識であっても、 フィリピンでは違うという認識を常に心がけてください。2. 人通りが少なく危ないというところには近寄らず、人が多く集まる場所では周りに気を配りましょう。3. 夜間の外出は避ける。4. 貴重品は自分の見えるところでしっかり持ち、携帯、お財布はバッグの中でバッグは前にかけましょう。5. 残念なことに日本人である時点で標的にされる可能性が高くなります。 慣れを装い、派手な格好をせずにたくさんの金品を持ち歩かない、大げさなくらいの警戒心を持つように気をつけてください。6. 親しげに近寄ってくる人を簡単に信用しない。日本人だからと言ってる例外ではありません。7. 物乞いをしている人にお金を渡さない。一人にお金を渡すと周囲に物乞いの人々が集まってくるので、絶対に渡してはいけません。私も、ぼったくり、すり。 スとチルに囲まれたり、ナイフ、拳銃を持った強盗に襲われたり、知人がつつもたせにあったりといろいろ経験しましたが、旅行に行くなら悪い思い出より良い思い出を残したいですよね。ましてや、玉取られたら思い出どころか何も残りませんよ。気をつけましょう。しかし、今後新型コロナウイルスの感染状況が改善し、各種規制が緩和されていけば、 犯罪件数も再び増加するだけではなく、現在失業や貧困が急速に拡大していることから、コロナ禍前以上に増える懸念があります。犯罪者がいなくなったわけではなく、犯罪者が息を潜め、我々を待っているという考えで、犯罪者のターゲットにならないように努め、犯罪に遭う可能性をできるだけ減らしましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。 このチャンネルはフィリピン関連。特にマニラ、アンヘレスの情報、これからも、見聞きしたことや体験談を中心にお話ししていきたいと思います。皆様、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、バイバイポー Thanks for watching and have a nice day. Bye bye.